塩狩峠記念館は、北海道上川郡ワッサムチョワザ塩狩にある旧民家を利用した記念館。現地ゆかりの小説、塩狩峠作者である三浦彩子の旧宅を部分移築して開設された。建物は、元は1961年に旭川市内に建てられた店舗兼用の住宅だった。三浦は1971年までこの建物で暮らし、 その間の1964年に、標点を、発表、小説家となる。1993年に老朽化により、解体されたが、周囲からの保存を望む声に、三浦が同意し、資材は保管されていた。塩狩峠の舞台となったワッサム町が100年記念事業の一環として、塩狩峠での復元を決め、1999年に開館した。 式典には最晩年の三浦も夫と共に出席した。敷地面積は250.8平方メートル。12月から3月までは休館となるが、塩狩峠主人公のモデルとなった、長野正夫の,の命日である2月28日は、臨時開館する。小見堂和弘、三浦文学の魅力と、底力八柳秘書の死と、塩狩峠記念館の完成。クリスチャントゥデー。 https www.christian t WW o d a cojp articles 26491 2019125 power of アヤコミューラリテラチア -8 htm 2019年4月16日閲覧 abcdefg 我が町三四をかり峠記念館朝日新聞 http www. 朝日 ドットコム、エリア北海道アーティクルズ MTW 2K171 兆2110億1158万1、HTML2021 年1月3日閲覧。ワッサム町100年史ワッサム町、2000年 P941。ありがとうございます。